ざっくりライブで売った、T シャツ、岩尾の方が俺より数枚余ってるやんみたいなことになったけど、実は俺自分で3枚自分の買うてた。ほんなトントンやん。じゃあ売れてなさ。そうそうそう。頼まれてた。いやそうなんですよ。姉ちゃんが大阪にいる姉ちゃんがライブ行きたい言ってたけど、まあそうなかなかな、うん、行かれへん。ほんで T シャツをどうしても欲しいって言って、うん、分かった言って3枚お願いしてたよ、うん、で岩尾の方は全然売れてへんやん言うてたけど、うん、俺自分で3枚買ってる。その3を、まあ、抜いたとしても俺の方がまだ売れてないそんな差はないじゃん。でもっと言うとジュニアさんの J も3枚買ってんです。え連れてくれてた。うちの姉ちゃんが G を LINE 来て、うん、G3J3 って来た。なんなんやろ。 G3J3L って書いてます。おいも入れといてくれたよ。なんやろな、その好きやねんジュニアさんの姉ちゃん。さあというわけで、今回も小籔さんお休みということですけども、ね、ジュニアさん今回は何をしましょう。控えめに言ってパーフェクトです。わからないです。心の声を取りましたんで。取りましたから ね、 ね、取ったから。そう取ったわと、はい、取るにはそれ言われて取るけど、うん、それ分かれへんやん、うん、やっぱりね、はい、普段生活してて、うん、まあ、週に 3,4 回は心の中で、はい、控えめに言ってパーフェクトって思うことあるやん。ないですよ。そんなこと響いてないです、心の中で。俺何やってんだろうとかはまだ全然ある。場面としてあるんですよ。控えめに言ってパーフェクトの場面ってある。いやほんまに、でもそういうねプロフェッショナルみたいなね、はい、人って、はい、その各分野にいてあるやろうし、はい、例えば俺が好きで行く、もうほんまになんかこういうところでもあのちょっとあの教えたくないイタリアンのお店があって、はい、そこはもうほんまにもうその人にも俺は面と向かって言うてるから、もうほんま変態、うん、休みをたまに定期的にドンって取りに行って、はい、まあ、その時はもう絶対食べに行ってんねん、うん、で例えば普通の休み、定休日があんねんけど、定休日昨日休みやったけど何してたんって聞いたら、昨日ねあのゴッドファーザー見ながらアルパチーノが、うん、あのなんとかの時に食べてるのを見てあれ作ってあの食べてましたとか、うん、休みも全部そっちに注ぐねやみたいなことをがやっぱりすごいなと思うけど、やっぱ我々もやっぱ職業病でふってこう思うことあるやん。完全にオフってないというかさ、うん、この間誠治が JR 東武で言うてんけど、なんかで東京ドーム行ったって、東京ドームのトイレのところに流す時は便座の蓋を閉めてから流してくださいってこう書いてんねんて、はい、ドーンってなーと思って入ってパッて台の方入ったら、便座って蓋ないねんて。え蓋ないタイプのやつじゃない、はあ、どう思ってあれ貼ってんねんと、はあ、この総務のやつはそんなこともみんなアホちゃうかみたいなことを誠治は言うから、いやそれは誠治大きい意味でドームという蓋してるっていうことなんちゃうかって俺は言うたわけ、はあ、ねって言ったのを、はあ、いやあの返しはすごいで、ドームというもうあれが大きい蓋ちゃうかってあんな発想あれはすごいねって古舘さんが千原トークを配信で見てはんねん、あの年齢であそこまで行った人がまだまあ言うたら異文化の後輩のライブをチケット買って配信で見る。控えめに言ってパーフェクト。いやいやいや、まあまあね、すごないすごい、うん、それは控えめに言ってもですね、飽くなき探求心というか、見るそんな見ないですね。まあ僕らもまあコンビ組んで23年ぐらい、コンビで言うとそうか経って、まあそれこそもともとは別々のコンビで、うん、僕もボケ、前のコンビでは後藤もボケやったんですよ、うん、まあ言うたらボケでもこうほんまにこうしれっとなんかボソボソってセンスのいいボケしかしませんよみたいなタイプのボケやったんですよ。革ジャン着て黒ずくめで現れ、うん、もうセンスの塊みたいな感じでやってて、うんうんうん、でまあそれぞれが解散しコンビ組むことになって、まあ僕がこんなんやからそれは俺がツッコミやるわ言うて、うん、まあツッコミやったね、なって
で最初はもうやっぱ急にボケからツッコミになったもんやから、もう下手くそや下手くそやって僕はずっと言うてて、でもそれがやっぱりこう場数を踏んでいくと、やっぱもう今やもうツッコミの代表格みたいな芸人って言われるようにまでなって、うん、ボソッとするような、うん、そういうタイプでやってたのが、うん、わーっともう、先輩後輩とも絡んでとか、うん、MC もやり、うんうんうん、で、まあ、そういう仕切りもできて、なおかつ、まあ、こういうパネラー的な場合はボケもできるっていう、そういうやつほんまおらんと思うから、ほんまに控えめに言ってパーフェクト。やめろよその褒め殺しというか、その気色悪いやんか。でほんまにだからそういうなんていうの、もう俺はそういうタイプちゃうから言うて、なんかそういうギャグとか、うん、顔芸とかもせえへんかって、そんなんはもうええねんええねん、せえへんせえへん。そんでもそういうのももう振られたら何でもやるででやるようになったやん。まあなったな、なんか顔芸なんかこう寄り目みたいなして、あの口やるや控えめに言ってパーフェクト。どこがやねんどこがやねん、俺こうやったって誰も喜んでへんやん。めっちゃおもろい、おもろないって。すごいな、自分でこの静止画見てもおもんないと思う。でもそれおもんないとか言いながらもう絶対やるやん、もうやねんやねんと、俺そんなんちゃうねんってせえへんやん、はあ、それをやりきるのが、はあ、ほんますごいと思うし、はあ、モノマネとかもその言われたらいやいや言いながらやるやん。できへんけど三河さんとかそこの端っこを歩いてる人は偉いわね、全然笑ってない上向いてくれへんよ全然なあ、上向いてこれはちゃうんやパーフェクトでええやんこれはちゃうんや、まっすぐこっち見てるやんとかなんでもやるのはすごいなと。いや横に寄ってね、大褒めいただいてありがたいですよ、うんうん、いやそれは岩尾にも何百回何千回助けられてるでしょう、はいはい、これはやっぱコンビですから、やっぱり助け合い、うん、あるいは罵り合いも含めた助け合いとか、はいはいはい、なんかもうそんなんもあるから、はい、それは感謝してます、はい、でもやっぱり岩尾さんっていうのは年々年々その年を重ねてちょっと置いていく、うん、漫才やる息継ぎがもううまくできてない、前も言いましたがねお何とかだね何とかで何とかでって岩尾が言って次のセリフ行くまでに何とかで何とかで何とかでクッって言ったんですよ。いるね、おおすごないですか、お気ついてないぞ本人、お漫才中に何とかで何とかで何とかクッって言ったんですね。ほんで何おかしなってるやないかみたいなのもあって、ほな漫才バーってやってて、この間ですよ、この間ちょっと前か、わーってやってたらもう今までそんなこと一回もなかったのに、スタンドマイクこいつ手でパーンって跳ねてな、あ跳ねてバーンってもう倒れそうになったんですよ。ほな俺それバッと取って何してんねんって言うて、そのまますぐいやマイクこう持ってウーマンラッシュアワーの村本かって言うたんですよ。ドーカーン受けたんですよ。控えめに言ってパーフェクト。そやな、その瞬時に瞬時に、はあ、まあ今でこそ受けてないけど控えめやけど、パーフェクト、あれパーフェクト、いやあれは早かったやろ、言ってたな、なんか覚えてますよ、はい、パーってなってるお客さんの中で、はい、うわーってなるわなっていうことですよ。ああギリギリで撮りました、うん、石井アナ、石井さん、元 CBC のね、はい、の石井アナに聞いてんけど、まあ、あの人そら優勝だやから、いろんな結婚式の司会とかもう数々してはって、もちろん司会じゃなくても参列側でもいろいろ言ってはるやろ、その中でいろいろ聞いてきたスピーチの中で一番良かったのがこれですって言って、アズマックスさんが結婚しはった時に、あの伊藤四郎さん、まあ簡単に言うと、いや親父とは一緒にずっとやっててみたいな、だから東八郎さんと、はっちゃんとはみたいな、はっちゃんすごいこう真面目 で当時のその喜劇人の中ではすごい真面目で、一回も遅刻せえへんかったと。で一回だけ唯一遅刻してきた時があって、何やってんだはっちゃん、なんで遅刻したんだよ、いやさっき息子が生まれてって言ってそれ立ち会ってた、それが高い色でみたいなとこから、でそこから一切あの遅刻することなかった、はっちゃんが、おいはっちゃん何遅刻してんだよ今日はって言って、そこからお芝居始めて、
で、おーちゃんちゃん、おー何やってんの、飽きてーって、はい、二人の間に座って、本当にこの度おめでとうって、もうみんな大号泣やって。でもさ、散々聞いてきたやん。でもその喜劇人のやっぱそのお芝居入るって、うん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 、前日一応考えはるやろそら、うん、よし行こうって、すごい根性じゃない。すごいっすよね。お客さんも前言ったら関係者とか、まあ、プロの芸人さんとかもいっぱいおる中、そんなこと要せんわな、もし思いついたとしても恐ろしくてできないですね、なあ、うん、っていうみたいなね、うん、話をゴゴスマの CM の限られたかなり短い尺で全部事細かに説明しきってさってやった。石井アナ控えめに言ってパーフェクト。ほんならそこに古舘さんもおって、その古舘さんがすごいな言うて配信見てるジュニアさんがおってて、そこのスタジオえらいことになってますね。とんでもないメンバーゴゴスマのとんでもないな、うん。ややこしい角度ややこしい角度すなよ。あげたら入るんちゃうんかいな。ゴゴスマのもやっとこかいって上見たの。どれか分からへんわ今のは。今のは分からん。え、どっちってな、なんか思い出してんのってチャンネル登録お願いします。そこの端っこを歩いてる人は偉いわね。全然笑ってへん上向いてくれへん。パーフェクトでええやん、まっすぐこっち見てるやん